こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川由里です、えー、新年が明けてですね今年の抱負とか今年のゴールとかいろいろ考えていらっしゃる方もいらっしゃるんだと思うんですけれども今日は怖いけどやってみるっていうことの大切さ、まあ、それが人生にどういう影響を与えるかっていうことについてちょっとお話をしていきたいと思いますまあなんか新しいこととか未知のことをやるときって 怖いって感じるのは普通だと思うんですけど、その怖いっていう感情がありながら行動するっていうのがすごい自分の人生の充実度を上げていったりとか自分が成長していったりっていうところに大きく関わってきてるんですね。っていうのもまあこれは今週お客様とお話をしている時にそういう話が出てきてあのすごく思い出したことがあったのでお伝えしたいんですけど 実は私はコーチングをお仕事として始める前に、怖いっていう感情のリリースワークみたいなのをして、ちょっと怖いっていうのが、こう、極端になくなったんですよね。<laughs> なので、ほとんどのことを怖いと思わないんですけど、まあ、身の危険を感じるような時、あまりそういう機会がないので、わかんないですけど、 まあ怖いと思うと思うんですけど、日常的な何かこういうビジネスをやっていったりとかする上で怖いっていうことがあんまりないなくなったんですよね。で、それでまあ楽だなと思いながらやってたんですけど、ある時すごく気がついたことがあって、怖いっていうのがないってことは、ただ単に自分の許容範囲が広がった、つまり自分のコンフォートゾーンが広がっただけで、そのコンフォートゾーンの外にある のが本当の可能性なんですよね。コンフォートゾーンの外にあるものが自分を成長させてくれてくれるものであったり、自分の人生がもっと充実するような方向に連れて行ってくれるものであったりとか、怖いっていう、そのコンフォートゾーンの外にあることに挑戦することによって、人生がガッて動いて、それこそが、まあ、なんか生きてる意味というか、 もっといろんなことに挑戦していろんなことができるようになっていろんな経験をすることによって他の人にも貢献できるし自分も幸せになるっていうことにある時肌と気がついたんですよね。つまりそれまでの私は確かにコンフォートゾーンめっちゃ広いからいろんなことできるんだけど挑戦をしてなかったその外にあるものに対してだから、まあ、楽しいし楽だしスイスイっとこういろんなことができて よかったはよかったんですけど、その挑戦すること自体に意味があるっていうことに気づいてなかった。なぜなら、その挑戦することっていうのは自分の伸びしろを広げることであるから、そこで、そのままなんか楽なこと、楽しいこと、ワクワクすることみたいなことばっかり追いかけていて、自分に怖いっていうことを全くさせなかったら、多分すごく停滞すると思うんですよね、後から。多分なんかそういう人生を、 その、コーチングする前の私っていうのは、怖いっていう、まあ、コンフォートゾーンがすごい狭かったんですけど、コーチングを始めた、始める前に、あの、コーチングを受けて、コンフォートゾーン広がったから、確かにできることは増えたけど、その、やってることは前と一緒ですよね。結局、コンフォートゾーンの中で、結果が分かるようなことをやる。だから、やってることは一緒なんですよ。コンフォートゾーン広がっただけで。 ってことは、前そのコンフォートゾーンの中で生きていて、怖いって思うことをやらずに、なんかこう安心とか安定とかを求めて、結局ミドライフクライスになったのと同じことがもしかしたら待ち受けてたかもしれないんですけど、それに気がついて、怖いって思うことをやること自体に意味があるんだっていうのに気がついたので、そこから毎日、今日もしチャレンジできるとしたら、何にチャレンジするだろう、みたいな、 今日一つでも怖いことをするとしたら何をするだろうっていう思考に変わっていってそうすると怖いんですけどできることが増えてそうするとなんか自分が今までも思ったこともないような機会が自分の方に来るようになったりとか自分が今までこういうことができる人だと思ってなかったけど実はできたとかなんかそういうそういう 経験をするようになったんですよね。だから、怖いって思ってやらない人がほとんどだと思うんですけど、実は、あえて怖いことをやるっていうのが重要なんじゃないかなって思います。特にこれから、まあ、時代が変わっていって、ここずっと、同じようなことを、同じことを毎日繰り返してたりとか、同じ場所にいたりとかする人って、 結局、周りが変化してるから置いていかれるんですよね。だから自分もそれに合わせて変化していきたいと思ったら、何らかの形で自分を成長させないといけないんですけど、自分が一番成長するのって怖いんですよね。怖いことをやってる時。しかも、ワクワクとその怖いっていうのって結構同じ身体的反応なので、怖いことをやると確かに楽しいワクワクっていうのと、こう、表裏一体なんですよね。 だから、怖いことをやることによって充実感が増すっていうのはそういうことでもあるんですよ。そう、だからね、私が今、その、自分を振り返っていて思うのは、まあ、ある程度挑戦してちょっと休みたい時にコンフォトゾーンの中にいるのはいいと思うんですけど、そこの中でもうちょっと、いいかなって思った時に、もうちょっとこう、充実したいなとか思った時には、 そのコンフォートゾーンの外にあるものに目を向けて、そ,そこに、まあ、そのコンフォートゾーンを広げるために行動するんですけど、コンフォートゾーンの中にいるだけじゃなくて、まあ、コンフォートゾーンが広がっていくっていうのは、まあ、コーチングの一つのベネフィットではあるんですけど、まあ、そういうのが広がってない状態でも何が自分は怖いかなって、そのあえて怖いことをやってみることによって、自分が成長していく。 っていう経験をしたらですね、何が起こるかっていうと、この結果はどうあれですよ。結果が伴ってなくても、怖いっていう感情を持ったまま行動したこと自身が自分の自信につながるんですよ。なんか、ギャグみたいになっちゃったんですけど、自信がないっていう人は、あえて怖いと思うことを毎日やってみて、それ30日やったらどうなると思いますか 怖いと思うことを30日ずつ続けてできた自分っていうのが自信になるんです。だから、すごい逆のように見えるんですけど、自信ができたらできるって思ってるかもしれないですけど、自信がなくて怖いままやることによって自信がつくっていうのがあるので、まあ今年は、せっかくね、あの、つ,つ年で上昇していけて、あの、と、ね、この2024年はみんなにとってすごい後押しがある、 いい年らしいので、もう行動に軸足を移して、怖くてもやるっていうのをちょっとマントラみたいにして、ちょっとずつでもいいので、やってみたらいいんじゃないかなって私は思ってます。で、私自身も新しいことに挑戦していきたいし、怖いこといっぱいやっていきたいし、そして、そんな中で、新しい機会を得たりとか、新しい人たちに出会ったりとか、すごい今まで見たこともないような景色を、 見れる年にしたいなって思ってます。なので、あなたもぜひ一緒にやってみませんか、まあ、怖いっていうと、ネガティブなように取られがちなんですけど、実はそれって自分にとってすごく重要な感情でもあるし、サポートの手助けになるような感情でもあるので、そういった感じでポジティブに見てみたらどうでしょうか 自分を変えたい人生を変えたいと思っている人すでに人生で多くのことを成し遂げて満足してるけれどもっと大きなことをやってみたいとか次のレベルの成功を目指したい人他にも同じようなことを考えている女性のいるコミュニティに入りたい人 HappilyEverAfter 未来デザインメンタリングコミュニティはそんな女性のための無料のコミュニティですコミュニティには自己啓発ハイパフォーマンス引き寄せ NLP など多彩なトピックの週1トレーニング アクションプランニングセッションなど無料のマスタークラスやワークショップおすすめの本の紹介などモチベーションが上がる投稿などコンテンツ盛りだくさん興味のある方は QR コードまたはショーノートのリンクから参加してくださいね。